はい、こんにちは、116ウィンズです。ウィンターミーティングも終盤に差し掛かって、今年は去年と比べるとそこまで大きな動きがなかなか来ないなぁなんて思っていたら、最後の方に超大型トレード来ましたね。コンフ FA の大谷さんと並んで移籍市場で最も注目を浴びていたパドレスの外野手フアン・ソトが計7選手が動くトレードにてヤンキースへの移籍が決まりました。ヤンキースはかねてより外の移籍先候補として挙がっていて、かつウィンターミーティング前にはヤンキースとパドレスが交渉していることについても報道されていましたが、当時はパドレスがヤンキースのマイケル・キングとドリュー・ソープを中心とした8人のパッケージを提案し、これにヤンキースが難色を示したことから交渉がストップしたとされていたところ、ウィンターミーティングに入って交渉が再開。ヤンキースとしてはおそらくキングとソープ2人同時の放出はなるべくなら避けたかったところでしょうが、最終的にはソトというスペシャルな選手を獲得するために2人の放出を決断し、今回のトレードが実現しました。後でも触れますが、ヤンキースが相当に頑張った感じのパッケージで、いや、ここまで出すかとも思いましたが、これで昨年の MVP アーロン・ジャッジとソトという超強力な中軸が形成されることになりそうですね。今回はソトのトレードについて思ったことを話していこうかなと思っています。はい、まずは今回のトレードで動いた選手たちですが、ヤンキースがパドレスからフアン・ソトとトレント・グリシャムの2人の外野手を獲得し、パドレスは見返りとしてマイケル・キング、トッププロスペクトのドリュー・ソープ、ランディ・バスケス、ジョニー・ブリートの4人のピッチャーに、キャッチャーのカイル・東岡の計5人の選手を獲得しています。大きな対価は伴いましたが、ヤンキースが念願の外獲得を実現させ、打線に頼れるスラッガーを加えるとともに、近年バッティングこそ振るっていませんが、センター守備に定評のあるグリシャムも獲得。一方でパドレスはコンフペイロールの削減に取り組む中で、外の放出は規定路線だったところ、キングとソープというヤンキースから欲しかった選手どちらも獲得しつつ、バスケスやブリートといったすでにメジャーに到達しているピッチャーたちも獲得。今季投手陣のデプスが課題だったチームですが、今回のトレード単体でもかなりそれに対処できた印象です。まずは外を獲得したヤンキースから話していきますが、昨年オフに歴史的なシーズンを送り MVP を受賞したアーロン・ジャッジと、すでに30代には入っていましたが、9年総額3億6000万ドルの超大型契約を結び、さらに先発市場の注目選手の一人だったカルロス・ロドンとも大型契約を結んで、向こう数年以内での世界一奪還を明らかに意識した動きに出ていたヤンキース。しかし故障者が続出し、終わってみれば今季はかろうじて勝率5割を上回ってのフィニッシュとなったのは、チームとしても誤算だったはずです。オールインの動きに出ながらのこの結果でしたので、ブライアン・キャッシュマン GM も大きな危機感を抱いたことでしょう。今季様々な課題があったヤンキースですが、打線はその一つで、今季のチームの WRC+94 は MLB19 位。特にジャッジとそれ以外の選手たちの差が顕著で、ジャッジと同じ外野手に限れば、今季のジャッジは怪我などありましたが、WRC+174 を記録したところ、ジャッジ以外の外野手で今季100打席以上に立った選手たちの合計の WRC+ はわずかに74。ウィンターミーティング中にレッドソックスからアレックス・バードゥーゴを獲得し、平均以上の外野のレギュラーを1人確保していましたが、それでも打線補強としては十分ではなく、バードゥーゴを獲得してもなお外獲得に向けた動きをヤンキースは継続していました。まあそれもそのはずで、打線を強化したい、しかもヤンキースほどに今世界一まで取らなければいけないくらいの状況のチームとしては、大きなインパクトをもたらす補強が必要で、外はそれに合致する選手です。今季162試合すべてに出場し、ホームラン35本、 WRC+155、 2018年の MLB デビュー以降 WRC+ が140を下回ったシーズンが一つもないほどにバッティングの安定感に優れ、ここまで大きな怪我もないという非常に計算できる外は、それこそヤンキースではジャッジと並ぶ打者と呼んでも差し支えなく、そんなレベルのバッターが加わったのは本当に頼もしい限りですよね。コンフ打線を強化したいのであれば、大谷さんか外のどちらかが一番のオプションで、大谷さん獲得戦線においてヤンキースの立ち位置があまり芳しくないようであれば、ヤンキースとしては何が何でも外を獲得するほかなかったとも言えるでしょうか。確かに来年のオフに FA を迎える予定で、まあ契約延長できたら最高ですが、もしかしたら1年で退団するかもしれない中で、来季の予想年俸が3300万ドルとかなり高額で、しかも獲得にあたってはパドレスにかなりの対価も渡しましたので、本当に大きな犠牲を伴って今回彼をニューヨークに連れてくることになりましたが、そうでもしてでもヤンキースが欲しかった特別な選手であると、来季の世界一に向けて大勝負をかけてきましたね。ただね、外獲得できてよかったね、めでたしめでたしで終わるとは到底思えず、投手陣のデプスがかなり削られてしまったので、そこは懸念点としてはやはりあるのかなと。今季のヤンキースは先発陣で言えば、ただでさえコール以外の面々が故障ですとか不調ですとか、いろんな理由で苦しんでしまい、セベリーノとヘルマンはすでに FA、 故障明けのロドンとコルテスはパフォーマンスが戻ってくるか不透明な中で、今季途中先発に転向してから防御率 2.23 と高騰していたキングの放出はやっぱり痛いですよね。さすがに出来すぎだった感もあれど、先発としてしっかり回ってくれそうだっただけに、もともと不透明だった先発陣はさらに不透明になったかなと。そこに来季メジャーの先発ないしスイングマン的な役割を担いそうだったソープ、バスケス、ブリートの3人も抜けちゃったので、本当にメジャーに近いタレントがごっそりいなくなっちゃったなと。さすがにこの後先発陣強化に動くとは思いますが、デプスの懸念を完全に払拭することはおそらく難しく、今年みたいなことが来年も起きかねないという意味では、なかなか危ない橋を渡っているなという印象はあります。
また外の加入で外野をどう回すのかも気になりますね。外は間違いなく両翼の選手ですが、バードゥーゴもまあセンターの経験があるとは言っても、もう丸2年守っていませんので、基本的には彼も両翼の選手。となるとジャッジをまたセンターで使わざるを得なくなっちゃいそうで、ジャッジの負担の増加が心配されますよね。今季ジャッジは守備中の怪我が原因で約2ヶ月ほど離脱を余儀なくされましたが、やはりヤンキースはジャッジがいるかいないかでは全然違うと、7月上旬にヤンキースタジアムで試合を見て、ジャッジのいないヤンキース打線の寂しさは私もしっかり感じてきました。彼も来年32歳となって、もともと怪我の問題も抱えてきた選手ですので、ジャッジに1年間健康を維持してもらうにはなるべく負担を減らさなければいけないはずなんですが、進もうとしている方向は全くの逆と、ソト、バーデューゴは共に来年オフに FA となりますので、まあ最悪1年乗り越えれば OK なのかもしれませんが、ジャッジを怪我させずにセンターで使わなければいけない状況自体はなかなかにリスキーで、これもまた危ない橋を渡っている感は否めません。ソトと一緒に来たグリシャムが2021年くらいのバッティングをしてくれれば、このセンターの問題がいくらか緩和され、ジャッジをライトメインに戻したり、ソトと交互に DH で使ったりみたいなことをしやすくなりそうですが、今度はスタントンどうするよという新たな悩みも出てきまして、まあ難しいですね。なんならスタントンを残す必要があるのか、そうなると DFA すらもありえそうですが、契約はあと4年も残っていますし、どうするんでしょうね。まあもちろんキャッシュマン GM が言うように、スタントンもまたどうしても怪我の問題がある選手ですので、現実問題としてそこまで悩むことはないのかもしれませんが。というのがヤンキースに関する話でしたが、最後はパドレスの話もしていきましょう。パドレスについてはグリシャンもつけたとはいえ、保有権残り1年の外が中心のトレードとしては最高レベルの見返りを手にすることができたんじゃないでしょうか。ペイロール削減の方針が報道され、外を手放さなければならないという他球団から足元を見られかねない状況の中で、当初難色を示されたキングとソープの両取りを実現しつつ、さらにすでに MLB に到達している若手ピッチャー2人と東岡もついてきたわけですから、売り手に回る際のプレーラーは相変わらず本当にうまいトレードをまとめ上げてくるなと感心しました。コンフ、スネルやワカ、マルティネスなど投手陣がごっそり抜け、デプスが課題だったパドレスですが、今回のトレードでメジャーレベルの先発ないしスイングマンを一気に4人も加えまして、かなり層を厚くできたのかなと思いますし、キングの加入で3枠中ブラリンだった先発陣もまず1枠埋まりました。ここに今回獲得したソープ、バスケスあたりはローテーション入りのチャンスが来年与えられると思いますし、パドレスとしても誰かしらがローテに入れるだけのパフォーマンスを見せてくれると願っていることでしょう。これでも最低1枚先発は外から欲しいですし、ソトとグリシャムが移籍したので外野も補強したい状況でありますが、2人の移籍でペイロールが3000万ドル以上空き、2億ドルという予算設定はあれどだいぶ身軽になりましたので、ある程度いろんな選択肢も取れるようになったのかなと。 KBO からポスティング中のイジョンフに興味があるなんて話も出ていますが、この後の移籍市場でパドレスがどう補強を進めていくかは気になるポイントです。こんなところが今回のトレードの感想ですが、皆さんはいかがだったでしょうか。コメントでぜひ今回のトレードの感想等を残していってください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も移籍市場に関する動画を上げていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。